おはようございます。2日目ですね。やろうか。なんで攻めるかな。なんで攻める。やっぱこいつかな。オオサンショウウオ。2日目やな。おい、やるしかないぞ。2日目、やろうやろう。今日こそでかいの取りますからね。2日目3月17日やるぞ。ビッグを絶対にでかいの取る。今回ね、行きましょう。何やってんの。バッテリーか。あ、バッテリーの調子が悪いか。エレキ線でもいいよね。使い勝手がいい。安定してるしね。意外にそうだね。風が強いとちょっとあれだけど、あの琵琶湖みたいに風が吹くと偉いぞあれは。偉いか。あれは偉いぞ本当。まあここだとちょうどいいよね。ちょうどいい。すごい使いやすくて、ただあとは出会えるかどうかね。ブラックバスと結構ガチだもんね。昨日もガチでやったけど、うん、今日もマジでガチでやんないと。やんないとね。取ったるぞ。オオサンショウウオ頼むぞ本当に。はい、歴戦なんですけどね。操作方法まずこれ黒いのをね、線があるんでね、まあ、これを引っ張ってから持ち上げて、ゆっくりこう落としてあげる。でこうなった時にこの鉄がまだ引っかかってるんで、この紐をこう平行に引いてあげれば、この鉄が外れてパカッとはまったと。でオンにして、オンでね、オンにして、まあウサギでいこうかな。ウサギとカメもありますから。うん、入ったよ、ウサギで。これを踏んで、これを踏むと、あそこのここを踏むと、あそこの矢印がこう動くんですよね。ね、矢印が動く進行方向ですね。であっちに進みたいなっていう状態に足で踏んどいて、ここを右足でこうと踏むと進むと。足でできるんですね。これで左足でこう方向を、矢印を決めて、白いところが、ここがアクセルみたいな感じで、ね、いるかな。攻めていきましょう。これね、あの季節によってポイントが違って、前回11月来た時かな、11月来た時にすごい魚の反応が良かった場所が全然釣れなくて、時期によってはバスがどこにいるのか、時期によって違うっていうことだと思う。今日はどこにいるのかな。3月17日深いとこにいるのかね、浅瀬にいるのか、どこを攻めれば一番釣れる確率が上がるのか、ちょっと考えながらね、攻めていこうかなと思います。いくぞ。はい、自分は昨日に引き続きオオサンショウウオで、ちょっと初めはこれでやってみて、調子が悪かったらこの重りの量を増やしてね、反応が悪い時はこれフォールスピードを速くしてスイッチ入れちゃうんだよね。リアクションバイト、この重りの重さを変えることによって超過もね10倍くらい変わってきます。あ、おる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 ね、おるね。今のバスだね。あれ、サンショウウオこーい。そこトントンで来る感じがするんでね、そこまでつけて、まあ 6.5 メートルあります深さはね。ここは 6.5 メートル、そこついたな。そこついたと思ったらラインの変化を見る。フォールでは食わなかったな。そこをちょっと探ってズル引きしてこよう。このズル引きの時にね、結構でかいバスが追いかけてきて、バーン出ます。出るか、本当になかなか出ないです。だけど出るかもしれないんでね、探っていきます。何年に打っていこうかな。昨日釣れたのはね、結構まあサイズ出なかったけど、まあ岸際を攻めた時に基本的には釣れたんで、岸際攻めていこうかな。50アップ狙ってるんでね、今回は。どんな感じ。お、今行ってほしいとこだよ。うん、来るよ。来るか、来そうな感じがする。今日
さすがに2日連続50が釣れないっていうのはちょっとかっこ悪いもんね。最低50釣らないとね、うん、俺はいつも上げてきたじゃん50を。まあまあ毎回だよ な毎回。ただ別に俺はもう格好で釣りしてるわけじゃないけど、うん、だよね。だよだよ。お、どうした、身代わりか。格好でやってるわけでもないから。まあな、釣ることだけだから。格好つけとったらあかんのやんかな。ああ格好じゃないぞ。泥にまみれてな、うん、やったらなあかんのや。やろうそれは。もうスピナーベイトやるんか。もう、まあ、サーチベイトだ。サーチベイト。はあ、スピナーベイトでお前いろいろ調べてやな。スピナベやるんかお前。ああスピナベやってるよ。ああ俺スピナベやってるよ。来たんかお前。来たか来たか来たか。でかいサイズは。でかいぞ。でかい。来た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 。お前ちょっとやばい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 。つれつれ。おったでかいぞでかい。よし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 来た。ナイスサイズ。やっぱさっきの魚影ナビで、あのナビじゃないや、魚影で撮ったや。魚影だ。ちょっと。来た。やった。来た。ちょっと見せて。やっぱオオサンショウウオだったな。今日初バス。開始1時間半。90分ぐらいだったかな。オオサンショウウオ。あ、痛い痛い。これなんか牙が鋭いな、ここ。牙が鋭い、無駄に。この辺やっぱ、あれだな、ザリガニとか食べたんじゃん。ザリガニ。それで牙が発達しとん。あ、貝とか、ザリガニがメインだ。貝とか食べたんだよ。ザリガニとか。牙がすごい、痛い。がっつり刺さっとるわ。釣れたな、お前。やった。よっしゃー。来た。来たぞこれ。でかいだろ。でかい。なったなお前。オオサンショウウオ。昨日一匹だったのが。来るだろ。来るぞ。そこで釣れたんだよ。中央ラインだろ。沿いじゃないんだよ今日。中央ラインでもないかな。沿い、いやいやこっちだったで。この辺だよ。そこで中央ラインなんだよ。まあ、どっちでもいいけど。やったなお前。初めてちょっと、もう逃がしちゃ、逃がしちゃ、ゆっくり丁寧に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 逃がしちゃってくれ。グイッとここに引っかかる。あと、今もう、あと、ここに分かる、ここ、ここにガッツリ引っかかってなんか。そうしょ。もう苦しがってるから。じゃあ、もうちょっと見出し。見たいのか。あ、頭危ないお前。頭針が危ないお前。やったな。バスだこれは。やったの。これが。3月のバスだ。来た。俺が釣れ、俺も釣れたか。来た。ちょっと待って、持ってくれ。食った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 。ちょっとカメカメ、おいし、食った。でかい。でかいな、お前。でかい。でかいぞお前。これは食った。でけえんじゃねえかお前。え？それでけえんじゃねえか。でかいこれは。反対側回れ。食っとる。これは食っとる。放置で食っとった。反対側だ、反対側。うわあでかい。ちょっと竿曲がり取って、曲がり。おおやばいやばい。もっと引きで。やばいやばい。曲がり取って。ああ取れたか、取れたか。バレたバレた。バレた。バレたか。でかかったな今。でかいよな。地球規模だよ。やったと思ったんだけどな。また当たったんか。当たった当たった。釣れるなお前。釣れるぞ。今日釣れるぞ。釣ってくれ釣ってくれ。水温が 11.2 度。青いのが温度だね。11.2 度で。ちょっと今そこでデカバスがボイルしてたんでね。ボイルセーターでガバスをね買っていこうかなと。結構ねこのボイル系入った時って魚がバーってあの活性がね、あの時間帯によってこの時間だけボイあのスイッチ入るってことあるんですよ。リザーバー、このリザーバーだとね。なのでこのボイルスイッチが入った時間帯に攻め込むと、揺らせて止めてください。
揺らして止める。これを繰り返していくとスイッチがポーンって入ります。ちなみにですね、ここのポイントに関しては今そこでボイル捕食したんですけど、水深がそこ10メーターぐらいなんですね。だから深いとこから浅くなってくると、だから深い方からワカサギの群れを追いかけてこっちの壁に追い詰めてそこで捕食するっていうパターンですね、はい、だから深いラインから魚をバーッ追いかけて、そして壁際に追い込んでバクッと食べたっていう状況になるんで、なのでもちろんね、沿いも来ますけど逆に深いラインの底あたりにも結構ついてることがこの時期多いですね、はい、結構ね、バス釣り、あのバスの生態ですね、ブラックバスがどういうことを考えているのか、どういう状態なのかっていう、そこをね探りながら攻めると釣果がね上がってくる。菊さんどう？ないな。何が？当たりがない、うん、ちょっと冷えてきたね。しかも寒いね、風が出てきたね。んでちょっと風出てきて寒いね。若干寒いかな。かなり寒いね、うん、お前薄着だからな。いやいや、もう寒いよこれって。6度やろ外気温。寒いぞこれは。これ中央ラインおるんじゃないか。いや、おるよ、うん、お前何投げとるの？オオサンショウウオっていうルアーの。ルアーか。知っとるわ。オオサンショウウオ。オオサンショウ知ってる？お前知ってる。オオサンショウウオっていうルアー釣れるのそれ？まあまあ釣るかな。まあまあ。このリザーバーでは結構キラーワームって言われてるね。このワールドシャーラー2日目だけどどう？使い心地。いや、感度がねものすごい。へえ。やっぱちょっと高い。6万円か。5万円か。いくら？6万ぐらいか。6万9000ぐらいか。6万9000。見せて。これいいな、2回目。俺のワールドシャーラーもいいのよ。うん、かっこいいね。俺のは短い目なんだけど。うん、俺パワーあるからか。パワー、ものすごいパワーある。おお、ごめん、これ遅いっすね。6丸でもごぼう抜きするよ。ほんとか。6個抜いてる。釣ってくれ。菊池さんどうよ。スピナーベイト。え？スピナーベイト。ちょっとオオサンショウウオ飽きてる。うん。あまりにも釣れすぎるから。うん。スピナーベイト。スピナーベイトの長所はどういうとこ？もうあんまりわかんない。とにかく巻いてるだけ。うん、巻き尽くす。何？いいよ、一回投げて、一投投げて、バックで。ゴーンとこんかな。来るといいね。ゴーン。ガツンって。来るだろう。ガーッ。何ね、バックラ。ちょっと手が滑った。見せて。手が滑った。親指滑っちゃった。ああ、大丈夫だ。親指滑っちゃった。いいリールでしょ、軽かったコケスト。うん、いいね。この竿もあれだよ、俺のファイヤーウルフだよ。ファイヤーウルフ。いいでしょ。最高の竿。いいね、これ。ファイヤーウルフだろ、これ。ファイヤーウルフって書いてある。これだよ。これいいよ、ファイヤーウルフ。最高の竿とリールだよ。道具バザーってしてかな。いいね、これ。道具にこだわれ。ピナーベイト。ゴーン。うまいや、なかなかキャストうまくなったぞ。そうか。ちょっとまたバックラか。軽くね。でもこの軽かった攻撃ですって、あの道具感があっていいでしょ。うん、かっこいいね、これ。なんか道具、うん、あの男の道具って感じじゃない。あ、男のアイテムって感じ。おー、いいね。アイテム感がいいんだよ、このカルカットコンクエストは。こだわりがね。こだわり感あるでしょ。キラキラがいいんじゃない、スピナーベイト。どれ？キラ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 。これいいよ。カンピオスピンかな、これ。なんだこれ、デュオのやつか、これ。スピナーベイト。ちょっと見せて。スピナーベイト。これいいやつだな。スピナーベイト。バイトあった？ない。え？ない。
ないか。全くない。スピナーベイト。スピナーベイト。ちょっと釣って。もうやばいわ。もうそうそう。もう一匹釣って。ぶった！でかい！でかいの来た！おい、本当に釣れたの？ 66。マジでかい。でかいでかい。これ。六丸。本当かお前。六丸六丸。おい。でかい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 。本当かお前。でかいでかい。ゾイゾイ。ちょっと引き出すと引き出す。でかい。でかいでかい。これでかい。おバラすな。赤いのついた赤いの。もう早早上げ。早上げよ。これなんだ。おおおおお。おおおおお。これ。おおおお。50アップだ。でかいぞ。本当にでかいぞ。50、50きた。全く上がってこんから。寝かかりなり。これでかい。これはでかい。やったなお前。赤いのついとる。ついとるから早。でもエネルギーないぞこれ。上がらないんだと思う。10%。おおでかいでかい。マジでかい。マジでかい。マジでかい。やったやった。うわでかい。バラすなお前絶対。これはでかいぞ。50きたか。50きたか。でかいでかい。本当にでかい。よし。あ、50あるかも本当に。でかい。取った。でかい。50来たぞ。これは来た。これは来た。これ本当でかいぞお前。寝掛かりだと思ったの。ゾイで。めちゃでかいじゃんこれ。このゾイで。ついにやったなお前。寝掛かりと思って。おお。その微妙に動いとるかな。おお大丈夫。持って持って。でけえ。これ50は絶対あるぞこれ。これ50いっとるね。おおいっとるいっとる。めちゃでかい。丸伸び。おおでけえ。ちょっとあの。こうペンチだ。ペンチ取って。やっぱ。来た50来た。これマジ重いわ。ちょ持って持って持って。おお。でかい。これは。これは。これはでかいぞ。50ちょうど。50だいぶあるよ。ちょ50いってるぞ。待てよ。50軽くある。50ちょうどやで。軽くある。50ちょっとそれ貸して貸して貸して。いいよお願いします。50円この赤いこの辺がいいでしょ。でかいでかい。口閉じ。でかい。待って口閉じても0 50だ。ジャスト50だ。49.5。50。絶対出して。あ、閉じないこいつ。でしょ。ほら、50ちょうどぐらいか。50ちょうどぐらい。ここ始まりだから。よっと。50。でかい。でけ。おまと重い。重いこいつ。いや、プリだよプリ。腹見て。これプリなの？プリだよ。メスだよメス。だからこれ腹がプリ。ブリ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 。こここれ重いやろ。すげえの釣ったなお前。やった50。ジャストといいよね。 49.5 か50。いや50だよ50。でも分かった。これなんでこんな重いかっていうと卵持っとるからだ。普通のバスと重さが違う。このサイズはもっと軽いから。プリで卵持っとるから。これマジでものすごい重いぞ。だからプリスボーンなんだよ。おお、やったなお前。プリスボーンありがとう。重い。俺初めてかなこの卵持ちのプリスボーンの答え。今から産卵に向かうんだよ。3月16日ありがとうプリスボーン。おったよ。はい、ました。 11.2 度。水温がで土砂路この壁際投げてちょんちょんってやったら、オオサンショウウオ。釣れるね、オオサンショウウオ。オオサンショウウオだな。50が。ついに来たな、お前。ついに来た。オオサンショウウオ。まあ、この辺売ってけば多分沿いにいるよ。沿いにいるよ。皆さん、ちょっと感動しましたよ。あの、プリスボーンのメス。多分メスですよね、あれ。メスだと思うんだけど。重かった、サイズの割に。かなり重みを感じてね。50ジャストと言っていいんじゃないだろうか。
焼く。やった。おったね。ちょっと釣ろうか。まだ3匹ぐらい釣れるぞ。ちょうど今ね、昼の12時だよね。12時ジャストぐらいに釣れました。お昼の。あと3匹出るよ。50が。50連発。行きましょう。